皆さんどうもこんにちは。論文解説チャンネルのりょうです。本日は急激に老け込む人の特徴と題しまして、老化に関する研究をお伝えできたらと思います。老化は病気だとライフスパンでは語られていましたが、今現在は誰しもがかかってしまう病であります。将来的には老化が治療可能になる未来もあるのかもしれませんが、それをただ待ち続けるわけにはいきませんよね。そこで本日は老化年齢に関する研究と老化予防について取り上げさせていただき、皆さんのアンチエイジングのお役に立てればと思います。最近老けたとよく言われるんだよなとか、鏡に映る自分の姿に年齢を感じるようになったとか、はたまた急に記憶力が落ちたような気がするとか、そういった方必見の内容になっています。ぜひ最後まで楽しんでいってください。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、若く見える人はまだ老けていないだけ。第2章、食事がすべて。第3章、睡眠と老化。ぜひすべての章面白くなってますんで、最後まで楽しんで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、若く見える人はまだ老けていないだけ。まず最初にご紹介する研究は、スタンフォード大学の研究です。この研究論文の中で私たちに役立つトピックとしては、老化は一定のペースで継続的に進行するのではなく、34歳の青年期、60歳の壮年期、78歳の老年期という3つのポイントで急激に進むということなんですね。研究内容についても軽く触れておきますと、スタンフォード大学の研究チームは18歳から95歳までの4263名から得た血液サンプルを用いて2925の結晶タンパクを分析したんです。そしてそのうち1379のタンパク質レベルが被験者の年齢によって明らかに異なっているということを突き止めました。また、被験者の年齢っていうのは、これらのうち373のタンパク質によって、おおむね3年程度の誤差で精緻に予測ができ、たった9つのタンパク質でもある程度の精度で予測が可能ということが分かったんです。ちょっと難しいですが、つまり血中のタンパク質レベルによって、人の年齢だったり、老化の度合いが測定できるということが分かったんですね。そしてここから老化現象というのは平均34歳、60歳、78歳の3つの年齢で急激に起こるということも示されました。つまりもちろん個人差はあるんですが、最初は34歳を超えた時に急に老け込み、そこからまたなだらかに老化し、次は60歳を超えると急激に老化、そして78歳でもまたそのポイントが訪れるということなんです。面白いですよね。だからこそ若く見られるんだよねと言っている30代前半、50代前半、70代前半の人は要注意だということをここで言っておきたいと思います。なぜならあなたが若く見えるのはただ単にまだ急激に老け込むタイミングが来ていないだけかもしれないからなんですね。若く見えると言われているからといってアンチエイジングに取り組む必要はない。自分には老化防止トレーニング、老化予防トレーニングなんて必要ないと思っていたら大間違いなんです。老化というのは今現在誰にでも訪れる運命なんです。老化したくない。いつまでも聡明で若々しく生きていたい。そう考えているのであれば、たとえ今若く見られようともきっちりとアンチエイジングについて考える必要があるんです。アンチエイジングの中で今最も効果が高いと考えられているのが空腹状態を保つこと、カロリー制限をすることなんです。1日1食にするのもいいでしょうし、単純に食べる量を腹8分で抑えるというのもいいでしょう。週末は断食に取り組むというのでも構いません。あなたが取り入れやすい形で食事制限を行ってみてください。さて、第1章をまとめておきましょう。老化現象というのは平均34歳、60歳、78歳の3つの年齢で急激に起こるということ。つまり最初は34歳を超えた時に急に老け込み、そこからまたなだらかに老化し、次は60歳を超えると急激に老化。そして78歳でもまたそのポイントが訪れるよということ。若く見られるからといってアンチエイジングを怠っていると急に老け込むようになるよということ。アンチエイジングの中で今最も効果が高いと考えられているのが空腹状態を保つということであるということ。その方法として1日1食腹8分で抑える週末断食などがあるということ。以上を説明させていただきました。第2章、結局食事が全て。さて第2章では食事に関して掘り下げていきたいと思います。特に糖質について説明したいのですが、こう言うとまた糖質制限の話かよと思われる方もいると思います。しかし本日紹介したいのは早い炭水化物と遅い炭水化物という話なんです。というのも炭水化物の良し悪しを分けるのは炭水化物を食べた時間から血糖値が最高値になるまでの時間だという説がここ数年話題になっているからなんですね。この時間が短いと体に悪影響を及ぼしてしまうことになります。そしてその時間を分かりやすい数値で表してくれているものが GI 値と呼ばれるものなんですね。最近よく食品に低 GI 食品と記載されているのを目にする機会が増えましたよね。GI 値とは血糖値の上昇を数値化したものなんです。GI 値が高い食品は GI 値が低い食品よりも血糖値の上昇が早いということなんですね。そして血糖値が急激に上昇すると血糖値下げなきゃーとなってインスリンホルモンが過剰に分泌されてしまうんです。これにより血糖値は急激に下がるんですが、結局急激に下がってしまうと一時的に低血糖の状態になり疲労感を感じたり眠くなったりしてしまうんです。この現象は高 GI 炭水化物を食べるとよく起こり、血糖値の乱高下は血糖値スパイクと呼ばれています。そしてこの状態が長期にわたって頻繁に生じてしまうと、インスリン抵抗性やメタボリックシンドロームといった2型糖尿病予備群の状態になってしまうんです。また私たち日本人を含むアジア系の人というのは炭水化物の中に含まれているでんぷんの処理能力が低く、このような血糖値スパイクの状態になりやすい人種でもあるんです。だからこそ注意して食べるものを選ぶ必要があるんです。炭水化物をなるべく取らないようにするという糖質制限の考え方ももちろん大切なんですが、それ以上に大切なのは GI 値の低い炭水化物。つまり玄米や全粒粉パンのような生成されていない炭水化物、茶色い炭水化物を食べるということなんです。そもそもなんですが、糖質制限というのは向いている人、向いていない人がいる食事法でして、特に女性の方では生理が止まってしまうといった症状が見られることがあります。またですね、続けるのが困難な方法の一つであり、途中でくじけてしまう人も多いでしょう。一方で白い炭水化物を避けて茶色い炭水化物を摂るという方法は、玄米などの味になる慣れてしまえば今までと変わらない食生活を続けることができます。比較的成功しやすい健康食事法としてぜひお勧めさせていただきたいと思います。炭水化物を多く摂る人々の全身死亡率が最も低いというデータもあります。全く炭水化物を摂らないと決めてしまうのではなく、適度に茶色い炭水化物を摂り、時々断食する。これが老化を予防し、健康に生きる食事法なんです。第2章をまとめておきましょう。炭水化物には早い炭水化物と遅い炭水化物がある。GI 値が低い炭水化物はむしろ積極的に摂るべきである。適度に茶色い炭水化物を摂り、時々断食することが大切である。ぜひ押さえておいてください。第3章、睡眠と老化。さて、第3章では睡眠について掘り下げていきましょう。睡眠には様々な役割があることが知られていますが、その中でも特に大切なのが脳を休めるということなんですね。そして睡眠不足が蓄積してしまうと脳の老化が早まってしまうことも分かっています。まず押さえておいてほしいことは、脳は全身の中でも他の器官とは異なる成長、老化過程をたどるということなんですね。脳の神経細胞は他の細胞と違い、3歳頃を過ぎると基本的に分裂をすることがなくなってしまうんです。一度持った細胞をそのまま使い続けて脳は維持されるということになります。この神経細胞を若々しく保つために睡眠が大切なんですね。睡眠の中でも特にノンレム睡眠が脳の老化防止のためには大切なんです。ノンレム睡眠は入眠後1時間ほどで訪れ、その後90分程度の周期を繰り返してやってきます。このノンレム睡眠の時には成長ホルモンをはじめとするホルモン分泌などが行われるんですが、脳の神経細胞の電気活動も同時に見られなくなるんです。睡眠時に限らず1日の中でこのように活動がほとんどなくなる細胞というのは、実は脳細胞を除いて他にはないんです。そして現在はこの睡眠による脳細胞の電気活動の停止こそが脳の老化を防ぐためには重要なんじゃないかと考えられているんです。さらに睡眠によって神経細胞の電気活動がなくなると、神経細胞はギュッと収縮して中の老廃物を細胞の外に押し出します。そして収縮したことでできた隙間を通ってその老廃物が神経細胞の外へと流されていくんです。脳の中には脳脊髄液と呼ばれる液体が流れていて、この液体が睡眠時にすごい流速で脳の中に溜まった老廃物を押し流していきます。これが脳の老化を防いでくれるんです。なぜなら、この老廃物の中にはアルツハイマーの原因と言われているアミロイド β 用の物質なんかも含まれているからなんです。つまり私たちは眠ることでアルツハイマーの発症を防ぐことができるわけなんですね。ワシントン大学の調査では、睡眠時間を十分に確保できていない人ほどアミロイド β の蓄積量が高い傾向にあることが分かっています。理由は軽い理解程度で構いませんが、何にせよ睡眠をしっかりととること、これが脳の老化予防にとってとても大切だということをここで押さえておいていただきたいと思います。さて、ここでご存知の方も多いと思いますが、改めて良質な睡眠をとるために重要なことをスタンフォード式最高の睡眠から引用し述べさせていただきたいと思います。良質な睡眠をとるための夜のルーティン。それは、就寝90分前に入浴。就寝前のブルーライトを排除する。入眠時間を固定する。この3点なんですね。入浴に関して軽く触れますと、40度程度のお湯で15分程度の全身浴がおすすめです。疲れが溜まっていて入浴にこだわりたいよという方は、5分全身浴、10分半身浴というのが自律神経の乱れを整えることができるので、合わせて知っておくといいでしょう。また、ナトリウム泉や炭水泉は普通のお風呂よりもより深部体温を上げてくれるので、睡眠への効果が高いと考えられます。取り入れることができる人はぜひ取り入れていただきたいと思います。また、仕事の都合などでどうしてもお風呂は寝る直前にしか入れないよという方は、シャワーにすることをお勧めします。いずれにせよ、毎日同じ時間にお風呂に入り、同じ時間に寝るという行為を繰り返すことによって、今お風呂に入ったっていうことは、あと90分後に寝るんだなと脳に教えることができるんです。習慣の力というのは偉大なもので、1ヶ月から2ヶ月継続すると、不思議と決まった時間にお風呂に入りたくなってくるんです。寝起きに YouTube を見てしまうように、20時にお風呂に入りたくなる。そんな習慣をぜひ身につけていただきたいと思います。また、ダイエットのために夕食を抜いているという人もいると思いますが、夕食を抜いてしまうと、オレキシンと呼ばれる覚醒促進のホルモンが分泌されてしまうために、軽くでも夕食は食べた方がいいでしょう。また、夕食は消化吸収のために、就寝2時間前までに食べ終わるようにしてください。第3章をまとめておきましょう。睡眠不足が蓄積すると、脳の老化が早まってしまう。睡眠による脳細胞の電気活動の停止と老廃物の排出が脳の老化を防ぐためには重要である。良質な睡眠をとるための夜のルーティンは、就寝90分前に入浴、就寝前のブルーライトを排除する、入眠時間を固定することである。入眠に関してはナトリウム泉、炭酸泉がおすすめである。ぜひ今日の夜から取り入れてみてくださいね。ということで、いかがだったでしょうか。最近はサプリメントなんかでも老化防止を促してくれるものも現れてきているんですが、まずは基本的な生活習慣、食生活から見直していただけたらと思います。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。